はい、若旅タビオです。ザラのセールがもう終わった話だと思ったんですけど、まだね、続いてました。多分これで最後だと思います。2点ほどさらにポチってしまいました。まずその一つが、見たらね、たまたまあったんだよね。ブーツです。ブーツ。レザーのブーツ。こういうの。お値段は6000円ぐらいですね。革はねちょっと GU よりちょっといいなっていう1ランク上な、サイドですね。サイドがジッパーになってるブーツで、サイズは27センチを今回は買いました。42っていうサイズですね。ここはちょっとスクエアで今時風ですね。これを買いました。ね、もうすっかり暖かくなったから一気に春に行くかなと思ったけど、そうはいかないですね。また寒くなってきて、しばらくちょっと冷えるようですね。まだもうちょっとブーツも使えるかなと思って買いました。サイズは27でぴったりです。よいしょ。こんな感じ、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 こんな感じ。うん、履き心地も今のところ悪くないですね。うん、そしてもう一つはこれ、パンツです。ズボン、これはね、春先まで、夏ぐらいまでいけるのではないでしょうか。リネンが入ってたですね、確か。コットンリネンのブラックのズドーンとした感じのパンツ。ちょっとうちのパンみたいな、シワだらけですね。折りたたんで送る必要性と、返品になったやつを私が買ったと思うんですけど、これがね、1000いくらです。2000円しなくて1200円とか1150円とか1300円とか、そのぐらいの値段ですね。ほぼね、チノパンですね。黒い太いチノパン、テンプリーツが深く入ったチノパンです。サイズはでかいですね。これは36インチ、かなりでかいと思います。洗えば縮むかなっていう感じ。というわけで履いてみます。相当でかいと。では一緒に買ったブーツと合わないかな、合うかな。ちょっと合わないと合うかもしれないけど、まあ、合わないこともないって感じですね。まあ、今は大丈夫ですけど、歩いてるうちにこの辺まで下がってくると思います。まあ、ツイードよりも違う感じのジャケットの方がいいと思う。テロリとしたような感じの上着がいいかなと思います。ではですね、さっき昨日か一昨日ちょっと整理したら出てきた、まあ、スポーツジャケット、昔々のナイキなんですよね。これまたですね、20代に買ったやつですね。クロストレーニングって、私がトライアスロンに夢中になってる頃買ったやつですね。ナイキの東京の自由が丘のスポーツ店で買ったやつです。どうだか分かりませんが、行き当たりばったりですが、合わせてみます。どうでしょうかね。まあ、ちょっと若い人向けのデザインですけど、まあなんとか折り合いをつけて履いていきたいと思います。そしてですね、私の拙いこのチャンネルもですね、なんとか今登録者が800人の中ほどです。
あと100人ちょっとですね、やっとこさ1000人になりますので、少しでも参考になった、面白かったと思う人は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、若旅旅夫でした。じゃあまたね。バイバーイ。